大岡忠助は、江戸時代中期の幕臣、大名、大岡忠代家の当主で、西太平藩初大藩主。聖火は旗本、大岡忠義家で、父は、身の守る、大岡忠敬、母は、北条四重の娘。忠助の子孫は、代々西太平藩を継ぎ、明治時代を迎えた、大岡忠ふの、第四代当主で、九大将軍。 徳川家重の側用人として幕政においても活躍したことで知られる大岡忠光とは遠い遠赤にあたり、忠助とも同族の吉見を通じている。八大将軍、徳川吉宗が進めた教法の改革を町奉行として支え、江戸の市中行政に携わったほか、表情書一座に加わり、関東地方御用係や寺社奉行を務めた越前守だったことと、 大岡聖壇や時代劇での名武行としてイメージを通じて現代では大岡越前守るとして知られている。通称はキューバ後一十郎、中衛門、忌み川中に、後忠助。大岡尻尾特に大岡忠助が用いた図案の家門1700国の旗本大岡忠敬の4男として江戸に生まれる。状況3年。 同族の1920国の旗元、大岡忠姉の養子となり、忠姉の娘と婚約する。上京4年には五代将軍、徳川綱吉に初めておまみする。元禄9年に床に当たる大岡忠秀の事件に、連座して、平門処置となる。翌年に許され、養父病死のため、元禄13年、家徳と医療を継ぎ、忠親や三代当主となる。綱吉時代に、 よりあいはたもとむから元禄十五年には書院番となり、翌年には元禄王自身に伴う復旧武神のための仮部業の一人を務める。宝永元年には勝ち頭、宝永四年には使い番となり、宝永五年には見付けに就任し、幕府官僚として成長する。宝永六年には嫡男、忠義が誕生する。六代将軍、徳川家信の時代、正徳二年正月に、 遠国奉行の一つである山田奉行の17代目に就任、佐野直行の後役で愛役は渡辺明。同年4月には認知へ赴もむいている。同年には15位下の戸守二条人。聖徳3年には交代で寄付し、翌年に再び赴任している。在職中には奉行支配の幕僚と奇襲徳川家僚の間での軽争がしばしば発生しており、 山田と松坂との境界をめぐる訴訟では、奇襲藩領の松坂に有利だった前例に従わずに、公正に裁いたという、当時の奇襲藩主で、後に将軍職に就任し、忠助を抜擢する吉宗は、事実上一方の当事者だったにもかかわらず、忠助の公正な裁きぶりを認めたという、山田奉行時代に忠助と吉宗の間に、遅延ができたとする同様の公説はいくつかあるが、 実際には、武行時代の忠助には、多量との係争を裁定する権限はなく、広大に成立したものであると考えられている。また、遠国武行を経て、江戸長武行という昇進コースは順当なものであり、60代で就任することが多かった長武行に40代で就任したことは、取り立てで抜擢人事などではないと指摘される。山田と松坂との境界をめぐる訴訟については、 奇襲藩との教育問題を解決したのは、第18代大岡越前ではなく、第10代、桑山正士であることは、漢文10年2月10日去る漢文7年11月15日、桑山単語神によって確定した、新領先山教育に対し幕府より、その主因上が下付されたと、山田奉行御役所旧期に記録されており、山田三法会合、山田古法式目にも、 桑山忠氏西武行が、紀州藩に申し入れ、漢文7年11月に解決したと記されている。これを、大河越前の業績としたのは、教法以降、歌舞伎の題材を狙った作り話という説がある。七代将軍、徳川家継の時代の教法元年には、不審奉行となり、江戸の土木工事や、屋敷割を指揮する。大久保忠敬の後役で、愛役は、島田清達と、 福月正。同年8月には、徳川義宗が、将軍に就任し、解任された、新井白石や真鍋や夫阜皿の屋敷台にも、携わっている。忠助は、翌教法2年、江戸町奉行となる。松野助儀の後役で、愛役の北町奉行は、中山時春、中町奉行は、坪内定官、坪内正官の名乗りが忠助と同じ、野戸守であったため、 この時に忠助は越前守ると改める。徳川吉宗吉宗は教法の改革と呼ばれる幕政改革に着手するが、忠助は諸改革の内町奉行として江戸の都市政策に携わることになり、表情書一座にも加わり、司法にも携わった。この頃奉行所体制の機構改革が行われており、中町奉行が廃止され、両町奉行所の支配領域が拡大し、 ただの就任時には、町奉行の権限が強化されていた。教法4年には、本所奉行を廃止して、本所深川地域を編入し、奉行者の機構改革も行う。教法8年には、愛役、中山時春が辞任し、後役は、諏原八氏となる。姿勢においては、長代の廃止や、町名主の原因など、調整改革も行う一方、木造家屋の過密地域である、 町人域の防火体制再編のため、強放3年には、町引消し組合を創設して、防火負担の軽減を図り、強放5年にはさらに、町引消し組織を、いは四47組の小組に再編成した。また、河原吹き屋根や土蔵など、防火建築の奨励や非助地の設定、日の見制度の確立などを行う。これらの政策は一部町な主の反発を招いたものの、 江戸の防火体制は強化された。教法10年9月には2000国を加造され3920国となる。風俗取締りでは、死傷の禁止、真珠や賭博などの取締りを強化する。仮想民対策では、教法7年に直接素願のため設置された目安箱に、町医師、小川商船から貧病人のための養生院設置の要望が寄せられると、吉宗から検討を命じられ。 小石川役園内に小石川養生所が設置された。また、より木の家藤枝寺家を通じて紹介された青木根陽を書物奉行に任命し、基金対策作物として試作されていた、サツマイモの栽培を助成する。将軍吉宗が主導した米価対策では、米会所の設置や工程価格の徹底指導を行い、物価対策では株仲間の公認など、組合政策を指導し、 貨幣政策では流通量の拡大を進言している。現在では書籍の最終ページに奥付けが記載されるが、これは少数ながら自発的に奥付けをつけている書籍はあったものを、教法6年に大岡越前が奥付けを義務化させたことにより一般化した。また在任中の教法7年には主観していた江戸近郊の秩序再建のため、 地方御用を拝命して農政にも携わり、役人集団を率いて、武蔵野神殿や和佐国神殿の支配、小田原藩領の佐古川不信などに携わっており、さらに受教思想を浸透させるため忠敬者社への交渉も積極的に行っている。原文古版原文元,元年5月12日、幕府は町奉行の大岡忠助と環状奉行の細田人を最高責任者とした、 貨幣改中を実施する。当日、大岡により発せられた町ぶれには、通貨不足の状況を解決するため、貨幣の質を落とす改中を実施したと明言されている。改中直後、商人らによる、良質の9銀の滞蔵によって銀が高騰したため、同年6月26日、大岡は銀高となった理由をるべく本領外町と、駿河町の両替商10人を奉行所に呼び出した。 しかし、病気や他国へ出かけているなどの理由で、手代が主人のなしろとして出向いた。忠相は主人らの代わりに、手代らを質問したが満足な回答を得られなかったため、彼らを全員天馬町の牢屋へ投獄した。これに慌てた両替商や町、家主たちの数十回にわたる嘆願も忠相は聞き入れなかった。同年8月12日に、忠相が突然自社部業に転任し、 もう一人の町奉行の稲尾正武が8月19日に出労を許可するまで、手代らは53日もの丸親に留め置かれた。大掛け墓所、清水元文元年8月12日、寺社奉行となり、表情書一座も引き続き務める。寺社奉行時代には、原文三年に仮完成した、くじ方おさだめ書きの追加改定や、お触れ書きの編纂に関わり、公文書の収集整理、 青木根陽に命じて旧徳川家けのう古文書を収集させ、これも分類整理する。自社奉行時代には2000国を加増され5920国となり、足高文を加え1万国の大名格となった。自社奉行職は本来は大名の役職であり、そもそも江戸城内において、奏者版には施行する詰書が指定されていたが、自社奉行職単独の詰書は用意されていなかった。 数例では、自社奉行は、奏者番と検体であるので、奏者番の席に施行していればよかったが、忠助は、そうではないため、奏者番の面々は、ここは、奏者番の詰め所である。として、旗本格のため奏者番ではない忠助の立ち入りを禁じた。このため数年にわたり忠助は、江戸城内で、固定の詰め所を持たないままに、自社奉行を務めていた。数年後にこの事態に、 ようやく気がついた、将軍吉宗により、自社奉行の専用の詰書が制定されて、忠助にも非改出が与えられることとなり、さらに関炎元年10月、創社版を兼任と同時に、足高分が正式に家像として与えられ、三河国にしたい平一万国を領することとなり、正式に大名となる。長奉行から大名となったのは、江戸時代を通じて忠助のみである。 関園4年6月20日には、江戸城西丸へ移り大御所となっていた吉宗が死去する。大岡日記によれば忠助は、前日の19日夕方に老中、若年寄が西丸へ途上したことを記しており、この日に吉宗の帰得を知ったと考えられている。大岡日記によれば忠助は20日後半時前に西丸へ途上し、狩りの間において、自社奉行の同役や、後家修羅と老中、 坂井氏より、松平武元から吉宗の死を知らされている。徳川美希によれば23日に、忠助をはじめとした、葬儀担当者が定められ、27日に吉宗の、異名通りに、綱吉病への合葬が行われ、忠助も参列している。なお、大岡日記は、吉宗葬儀前のうるう6月8日嬢をもって、記述を得ている。大岡日記うるう6月8日嬢によればこの日、 ただは4時に途上して吉宗葬儀の所持を手配しているが、体調が優れないため9時半には退出し、帰宅している。ただの病状に関しては、大岡日記の肝炎3年頃から、五感、不快、腹具合、しき、熱気、咽頭痛などを記しており、呼吸器系、消化器系の疾患を患っていたと考えられている。徳川三木によれば、7月6日には、 忠介ら葬儀担当者が報奨され、忠介は自腹を与えられている。徳川美希、関西重修書家府によれば、忠介は11月2日に自社奉行、奏社番の辞任を出願する。自社奉行辞任に関しては受理されたが、奏社番辞任は認められなかったという。その後は自宅療養するが、12月19日に死去、去年75、法名は、昭院伝前。 月収支教安人さん高市議大古寺。母書は、代々の領地のある、神奈川県茅ヶ崎市邸の窓ガスさん清嶺寺。また、東京都台東区谷中の寺雲山随林寺。江戸町奉行時代の裁判の見事さや、江戸の市中行政の他地方御用を務め広く、知名度があったことなどから、忠助が、庶民の間で名奉行、人情味あふれる庶民の味方として認識され。 庶民文化の交流期であったことも重なり、同時代から後年にかけて創作、大岡星団として、写本や講談で人々に広がった。徳川天一望、村井長安、越後殿吉、安栖倉主義郎、後藤藩史郎、小間物や彦兵衛、タバコ焼き八、縛られ、地蔵、五冠裁き、味方一両存などのエピソードがある。これらは日本におけるサスペンス小説の、 原初的形態を示すものと言える。忠助の没後から公尺師による原型が作られると、幕末から明治にかけて発展し、歌舞伎などの素材などに使われ、また現代に至っても TV ドラマ化されている。史学的検証では、数ある物語のうち忠助が町奉行時代に、実際に裁いたのは、教法12年の白子屋奥間事件のみであることが指摘されている。現代に、 大岡裁きとして伝えられているものの多くは、関東軍団や忠助の同僚である北町奉行、中山時春の裁定したものや忠助没後の事件も含まれている。また、お佐武武氏は、旧約聖書の列王記にあるソロモン王の英知として、互いに実子と主張し一人の子を取り合う二人の母親に対する朝廷の伝承など、聖書などに記される裁判物語が、 イスラム圏を経由し、北曹の名法岩法省の故事になった後、エピソードに本案され、含まれたとする説を提唱。A63 年に文語でイエズス会の宣教師がクリスマスにソロモン裁判劇を行ったという記録もあり、木村武氏は比較文学紳士会、ソロモン裁判と大岡聖団で、チベットの伝説や釈尊の伝説が、 日本のキリシタンの影響で紛れ込んだとする。中東系では実習を取り合う母親のうち数とは一区域としている。通常、大岡は庶民の味方、正義の武士として物語に登場する。だが、学習院大学名誉教授の大石新三郎は、大岡に関する電気資料として信ずるに足りるのは、大岡忠助日記がほとんど唯一のものである、とする。この日記は、 私生活を記した、いわゆる日記ではなく、公人としての忠助の職務に記録であり、行政官僚としての町奉行を滑車しており、大岡政壇とほとんど関係ないことがわかる。しかしながら町秘決制度の創設や、小石川養生所の設置などの事実に、政治家は各あるべしという江戸庶民の願望が、固くされて、政壇に結晶されたとも言える。大岡家文書は、大岡日記や、 教法専用類集や将軍家内書など、忠助記を中心に、忠助以前の将軍家主院上などを含めた文書群で、昭和43年に、王をかけから国文学研究資料館に帰宅されている。専用類集は忠助が町奉行時代に編纂させた。判例集で、忠助の表情書時代から、自社奉行時代、死後も幕末まで編纂は続けられた。 テレビドラマ映画漫画小説江戸時代の随筆、ただすけについての逸話を収録、ありがとうございます。